到着しました。建物が今こうなってて、目の前がオーシャンビュー、ね、海の香りがしますよ。じゃあやっとお部屋に到着したということで、まずはカープチーサワー、シークワーサーサワーのリラックスシークワーサワー、モリアンが出してるね。乾杯してみましょう。はい、乾杯。美味しい、めっちゃ美味しい。シークワーサーより好きかも。美味しいけど 4% だから10%だから、アルコール厳しいですね。爬虫類顔言われてみればちゃんと言うの。いやいや、ママもう一緒になってやめた。一緒だ。これのピンクだったらもう似合いそうじゃないですか。似合いそう、好きそう、うん、私もともと多分全然ピンク似合わないんですけど、名前もモモにしたし、ピンクばっか着てるからみんな洗脳されてるんですよ、うん、私に。名刺もずっとピンクだし。でもピンク好きじゃない？大好きです。ピンクかボーダーしか見たことない。ちょっとここボーダー、ちょっとここにもあるよ。捨てきれないボーダー。これはまだ家で着てる。あれ忘れてきたじゃないですか。名古屋のライジンか何かでボーダーで行って、でお客様に現地で会うから着替えたらトイレに忘れてきちゃって、ママに忘れてきちゃいましたって。ああよかったみたいな。え、そんなボロボロになったの？いやボーダーです。並びで白でちょっと細めの紺かなんかの線がこう入ってるのよ。でこれ楽なんですって、部屋着をそのまま着てきました。新幹線とかもずっといつもこれなんですみたいな。お客様の方で出たのがいいです。ちょっと見せてもらったし、見ます？ママすごい。一緒にねベッドで寝ようかって言ってたんですけど、水田さん、私この寝相ですけど一緒に寝れますかって言ってた。一緒に寝る。これですよ。いや下から見えちゃってるね。前付き合ってた彼氏から寝相が悪すぎて、寝てる時に戦ってんのって言われて、なるほど、ベッドの上で橋本真也って言われました。私は昔知らなかったけど、どうやって治るんですか？いや、知らなかった。私もそうだった、うん、ぐるぐる回っちゃうタイプ、うん、今も多分それで。え？そしてベッドから落ちても気づかない寝てるんですよ。そうでしょ、なかなか大人なとかないね。年取るとあんま元気じゃなくなってくる。あんま動かない、うん、だって寝たままの形で起きて、あれって頭まだ切れちゃうみたいな時あると。全然めちゃくちゃ寝相が悪いから、ちょっと寝相で振られるんじゃないかって思う時ありますよ。でもなんか寝言も寝言は言うなよだれ。あれ起きた時に誰か試したらなるよね。ここ見えないと顔でこない。かわいいの太陽で顔がそうな。寝っぺってどうですか？自分で気づくと何？あります、あります、起きます。それでどうしよう、ここ寝たふりしてこい。気まずいその匂いって掛け布団の中でこもるじゃないですか。いつこれを逃がそうかなって。上がってくるからいかに自宅か。あれっていうのはさ、そのまま寝ててくればいいんだよね。そうですね。でも携帯充電器だけ持っていけばいいかなと思ったけど、唐辛子忘れたらダメだと思って。私も本当これの宣伝部長にしてほしい。今度からモモのカラー黄金になるかもしれない。ピンクから振り返って。毛も切るよね。毛も切ますね。いつか同じ日に何も打ち合わせしてないのに、みずほママとゆりかちゃんと私が同じような黄色着てて、あったで、店の前で黄色いコーンを持って写真撮りました。もう怖いんだけどとか言って。でも結構ドレスの色ってみんな被りません？たまに被る。今日多いなっていうさ、打ち合わせないじゃないですか、うん、あれなんだろうね、昨日に仕掛けみたいな。美味しかったこれ。美味しかった、美味しかった。家で起こるかこれ。あ、それいいですね。どんだけみんな家で飲む。でもジュースですよ。そうだね。南国の匂いしますよね。植物のさ、うん、海の湿気と南国っぽいですね。最高だなこれ。これいいですね。いいね。今月誕生日頑張ってよかったね。おめでとうございます、はい、本当に私もゆかも頑張ったね。おめでとうございます。お疲れ様です。ホステスって根性が一番あると思うんですよ、寝相ね。